小沢ー海作は、日本の歯科医師、民族主義者、山梨県出身、東京市医戦卒、戦部工作に従事するため、満州、長州に赴任。1928年に満州青年連盟を、1932年に満州国共和会を結成し、さらに1937年には、中華民国新民会を結成して活動した。戦後、 しばらく歯科業を離れ、他の業種に携わるもうまくいかず、結局、神奈川県川崎市で歯医院を開業した。満州事変の立役者であった板垣清志郎と石原幹事とは同志であり、第三子には両者の名を取って政治と名付けた。満州での立場は、満州国を日本の統治や傀儡国家としてではなく、五族共和の王道楽土として実現させようとする。 熱烈な理想主義者であった。戦部官の最高責任者であった、八木沼武雄とは、中国人を同胞として尊重しようという部分では、一致していたものの、細部において理念が異なったため、関係は険悪であった。また息子のト夫によると、日本から満州に来た官僚の中で一番悪いのは、岸信介だ。地上げをし、現地人は苦しめ、賄賂を取って、資材を増やした。 だから、騎士が自民党総裁になった時にこんな奴を総裁にするなんて日本の未来はないと語っていたと述べている。1940年に雑誌、河北評論を創刊、日中戦争の日を唱える。戦後、アサリケータのつてによる中曽根康弘の紹介で、当時アメリカ司法長官であったロバート・ケネディと会見し、このまま行くと、 ベトナム戦争は失敗すると、かつての日本が満州国で民政をおろそかにした例を挙げて指摘した。これに、ロバート・ケネリは意見書の提出を求め、その後ハワイで書き上げたものを提出した。1970年11月21日、科診療後の遅い夕食後、心筋梗塞で休止。去年71、妻、桜との間に4、男を設けた。長男、 国旗は彫刻家、次男、年尾はドイツ文学者、三男、政治は指揮者、四男、三木尾は俳優。年尾は、下神戸牧場の創業者、下神戸孫一の次女、薪子と結婚し、経済界の名門家系である下神戸家と刑罰でつながった。年尾、薪子夫妻は次男を設け、次男がミュージシャンの小沢賢治である。また、 俳優の小沢幸氏は、政治の長男で、賢治と共に開け作の孫にあたる。ありがとうございます。